はい、どうもこんにちは、バシとミクです。はい、本日は、再び予約開始動画になります。すでにページにあるんですけども、ネンドロイド初ミク獅子舞バージョンが、グッドスマイルオンラインショップ限定で、予約開始となりました。はい、今日は7月の7日、七夕の日ということでですね、皆さん何か七夕にお願いしましたか？まあ、どんなお願いするかは人それぞれなんですけども、まあそうですね、叶えばいいなと思います。はい、まあそれは置いときまして、こちらの方グッドスマイルオンラインショップの方で、ネノリハスミク獅子舞バージョンが予約開始されました。はい、画像ちょっと1個ずつ見ていきましょう。はい、こんな感じで獅子舞をこれかぶれるみたいですね。はい、これみたいな感じだととても可愛らしいですね。はい、獅子舞のデザインも可愛くて、ミクさん自体もなかなか可愛らしいと思います。はい、ミクさんのこの笑顔いいですね。うん、これはちょっとレビューの違いがありそう。で、こちらですね、肉まんを頬張るか、顔がついてくるみたいです。あと付属パーツとして、肉まんもついてくるみたいですね。かわいいここの時点で、ね、服って書いてありますね。へー、こうちょっと髪の毛をくるんとしたミクさんも可愛らしいですよね。うん、これは届くのが楽しみはい、というわけでちょっと詳しく見ていきましょう。開運薬用かな、獅子舞ミクが、あなたに幸福をもたらします。キャラクターボーカルシリーズ01初音ミクより、初音ミクが吉祥のシンボルである中国獅子舞をイメージした姿で、粘土とかイラストレーターベルス氏かな、原案の元気いっぱいな中華風ミクと、ポップな獅子舞がセットになった豪華仕様です。表情パーツはにっこり笑顔の他に、お茶目なウィンク顔、ほっぺが可愛いもぐもぐ顔が付属。その他飾り付きの杖や、中華まんもご用意いたしました。獅子は、眉毛の角度で表情を変えることができるほか、おお、すごい、なんとミクの頭に装着することも可能です。クジャと降臨を祈るお祝いごとにぴったりの獅子舞ミクさんをぜひお迎えくださいだそうです。はい、こちらの ベルスさんかな、読み方ちょっと間違ってたら申し訳ないんですけども、ちょっと調べさせていただきました。ボーカルの他にもね、いろんなキャラクターの絵を描いてて、とても美しい絵でしたね。はい、ちょっと好きになってしまいましたこちらの方は本日7月の7日から、2016年8月30日、おお、ミクさんの誕生日まで、受付をしているそうです。はい、早速予約させていただきました。届くのは楽しみですね。ちなみに届くのが、12月ですね。はい、12月の未定なんですけども、12月に届くそうです。ちょっと試合レビューしたいと思います。こちらの方の、URL 貼っときますので、興味ある方ぜひ、飛んで、ね、予約してみてください。はい、というわけで、ネノルド初ミク獅子舞バージョンの、予約開始の動画でした。紹介したのはバシとミクでした。はい、またね、バイバイ。バシからお願いがあります。はい、チャンネル登録、評価、ツイッターフォローをお願いします。今パソコンやスマホ、テレビなんかで動画を見ていると思いますが、その開いている画面のどこかにチャンネル登録ボタンがあると思いますので、そちらの方を押してください。チャンネル登録やツイッターフォローしていただくと、新しく上げた動画が早くチェックできるようになります。バシアとミクチャンネルをお願いします。